26日0時 JYP エンターテインメントが公式 SNS と YouTube チャンネル JYPN にて来る2月にデビューを予定しているガールズグループのティザー映像を公開し、ついに名前とロゴを発表しました。昨年7月からその詳細があまり伝えられず、 K-POP ファンにとっては今回待ちに待った発表となります。グループ名は NMIX で、その由来は新時代を担う究極の結合から来ており、 NOW、NEW、NEXT、未知数 N に共通する N と多様性を象徴する MIX の合成語だそうです。この日公開された映像は Nice to Mix You というタイトルで公開され、 Nice to Meet You の Meet をグループ名に含まれる MIX に変え、世界中の K-POP ファンに挨拶をしました。また映像が始まると、幻想的かつ彩り豊かで変幻自在な水滴が徐々に一つとなり、最終的にそれらが集まってグループ名 NMIX の文字が完成します。まさにグループ名に込められた意味を表現しているようにも見える映像でした。気になるメンバーはリリー、ヘウォン、ソルユン、ジニ、レイ、ジュウ、ギュジンの7名です。彼女たちの姿は YouTube チャンネル JYPN で、昨年8月から11月までの4ヶ月にわたって計14編からなるプレプロモーションで公開されました。その中ではボーカルやダンスカバーコンテンツであるクオリファイリングシリーズに登場。彼女たちの練習風景をリアルタイムで届ける異色のコンテンツ、ゲリラライブへの参加、これらを通してスターに求められる才能や素質を存分に披露し注目を集めました。またメンバー全員がオールラウンダーで、ボーカル担当やダンス担当などといった特定のポジションが決められていないようです。このため一般的なアイドルグループにはない7つのボーカル、7つのダンス、7つのビジュアルが存在する777全員エースグループの誕生を期待させ、世界中の K-POP ファンの心はより一層熱くなっているようです。このようにすでに個々の実力の高さが話題になっている NMIX ですが、彼女たちを陰で支えるスタッフも豊富なノウハウを持つ人々が集まったドリームチームとして世間から大きな関心を得ています。スクワットというチーム名で、これまでにも斬新なプロモーションを行ってきました。昨年7月には新グループに関する情報を完全未公開とする中、デビューアルバム限定版ブラインドパッケージを発売し、その予約注文数は 61,667枚にも及びました。またデビュープロジェクトの一つとして立ち上げた JYPN の公式 YouTube チャンネルは、開設後およそ5ヶ月で再生回数2240万回を突破するなど、その話題性の高さを誇示しました。なお今後も NMIX のデビュープロジェクトに関連する情報は公式 SNS を通して引き続き公開されるそうです。実力のある彼女たちとそれを支える強靭なスタッフとの連携から生まれるパワーに今後も期待できそうですね。Thank you.